皆さん、こんにちは。多方面の人を巻き込む形となってしまった東海オンエアの炎上騒動。東海オンエアが公開した動画でグループの一時活動休止を発表したことで、今回の騒動は終結したかと思われましたが、炎上の発端となったあやなんさんが現在でもこの事件について発信し続けています。この騒動のきっかけは、東海オンエアのメンバー柴優さんの妻あやなんさんによる離婚宣言から始まりました。あやなんさんがインスタグラムのストーリーで、我慢が限界に達したと柴優さんとの離婚を宣言。本当にもうなんか壊れそう、いろいろ。東海オンエアに出会って、うーくんに出会って、 YouTube 始めてから22年間生きてきて出来上がった自分の本来の姿ってものがだんだん変わってきて、歪んできて、良いこともそりゃあったけど、それは一過性のものに過ぎなくて、その中で我慢してきたことが全てダムの壁が決壊して水が流れ出すように、もう限界になりそうと発したのです。この離婚宣言の中で、柴優さんが所属する人気 YouTuber グループ東海オンエアのリーダーである哲也さんへの不満もあらわにしました。 SNS で数字持ってるやつがさぞ素晴らしい人間かのように、アホみたいに崇拝されて、まんまと鵜呑みにして有頂天になってバカじゃない、あのリーダーは天才だとされてるけど、人としての本性はとんでもねえ肝男だから、とあやなんさんは長年哲也さんの存在に苦しめられていたと告白し、柴優さんと離婚して決別し生きていくと表明しました。あやなんさんの離婚宣言をまとめると、柴優さんと不仲で離婚ということではない、哲也さんに長年苦しめられてきた、哲也さんに責任を負わすために離婚する、と怒りの矛先は哲也さんに向かっており、離婚宣言をしたのも哲也さんへの宣戦布告とも取れます。あやなんさんの一連の投稿を受け、半分ネタだと思い茶化していた柴優さんもだんだんメンタルが崩壊し、ついには暴走を始めます。柴優さんも哲也さんやメンバーへの不満、あやなんさんへの不満など暴言を繰り返し、もはや誰も止められない状態に。他にも未公開の東海オンエア10周年記念ブックの写真を公開、未発表のリサイタルズの曲を公開、哲也さんの下半身画像を投稿し後に削除するなど、普通の精神状態ではない状態が続きます。柴優さんのメンタルが崩壊する中、あやなんさんの怒りの矛先となった哲也さんも反論を始めます。哲也さんはあやなんさんの一連の投稿を受け、サブチャンネルで今回の騒動についてという動画を投稿し、あやなんさんの主張を否定しました。あやなんさんと哲也さんの関係がこじれているのは今回に始まったことだけではなく、かなり昔からだったようです。哲也さんはあやなんさんに対し、ネットリテラシーがないと主張しています。あやなんさんは感情的になりやすく、思ったことを深く考えずそのまま投稿してしまう傾向にあります。その他にも、本来は表には出さないような裏話も暴露してしまうことから、トラブルに発展しやすく、哲也さんはもともと距離を置いていたとのこと。実際にこれまでにあやなんさんの言動からトラブルにつながることもあったと発言されています。あやなんさん個人では2018年に夫である柴優さんの浮気相手の女性に対して暴言を吐いたとして訴訟を起こされたり、2020年にはコロナ緊急事態宣言の中で大勢の YouTuber とパーティーを開いていたとし、大炎上したこともありました。哲也さんはトラブルに発展しやすいあやなんさんから一定の距離を置いていたとみられます。一方であやなんさんは哲也さんに対し、メンバーの家族への配慮がないと主張しています。2018年に公開された東海オンエアの動画で、柴優さんが台湾マッサージを利用していたことが動画で暴露されています。あやなんさんはこの動画に対し、子供のこともあるので公開はやめてほしいと哲也さんに訴えたそうです。しかしその訴えは届かず、動画は公開されてしまいます。このことからあやなんさんと哲也さんは今回の騒動以前に昔から確執があったとみられます。あやなんさんは柴優さんのことは夫として好きで、これからも夫婦関係は続けていきたいが、夫が所属する東海オンエアのリーダーである哲也さんのことが嫌いと発言。夫の柴優さんが哲也さんに絶対的に従っている、東海オンエアの柴優として生きるあまり自分のことをおざなりにしていると主張しています。またその家族への配慮もなく、哲也さんの態度が変わらないのであれば離婚すると今回の離婚宣言につながったようです。哲也さんはこれまで通り
芝生さんと東海オンエアとして活動を続けていきたいが、妻の綾南さんがトラブルメーカーであることから距離を置いており、極力関わりたくないと主張。しかし芝生さんの妻であるにもかかわらず冷遇していたことは芝生さんに対して申し訳なかった、配慮が足らなかったと謝罪しています。芝生さんはそんな綾南さんと哲也さんの間で板挟み状態、どちらにも八方美人のようないい顔をしていたことから、芝生さんの精神状態も限界に達し暴走につながったとみられます。綾南さんに対してはとりあえず落ち着いてほしいと離婚宣言をエンタメ化しようとしていましたが、芝生さんも哲也さんに少し思うことはあったのか、暴露を始めると止まらない状態となったようです。綾南さんに対しては妻と子供は好きと話していたことから離婚する気はないと思われていましたが、暴走の途中でなんと別の女性の存在やその女性との再婚を匂わせていました。その後芝生さんは東海オンエアと話し合いの場を持ちますが、パニック障害を発症してしまい病院に搬送され、現在は治療中とのことです。その病院では哲也さんや綾南さんと接触はできないとのことで、メンバーの一人であるとしみつさんが間に入り、今後の活動について話し合った結果、活動休止が決まったそうです。その後、哲也さんが綾南さんに謝罪したと、綾南さん本人が X に投稿しています。哲也から、これまで芝生と綾南にしてきた、すべての無礼行為に対する、真剣な誠心誠意の土下座の謝罪を、やっと、この目で、目の前で見ることができました。謝罪内容は主に哲也の動画上やブログ記事の中で妊娠中産後の綾南を追い詰めるような投稿をしたこと、そして芝生との関係が悪化してしまうような必要以上の拒絶に対するもの、自覚はあったものの意地になっていてこれまで謝罪できなかったとのことでした。哲也本人からは言いづらいと思うので私から報告します。まあもう本当に今更遅すぎるけど許しました。哲也さんのポストに書いてありましたが、問題は全くそこじゃありません。哲也は大人として男として、綾南と芝生二人に心から謝るべきことがあったんです。絶対にそれを避け続けられていたんです。久しぶりに口を聞いた時に哲也に、綾南と芝生が大人で本当に助かるわと言われたことがありました。その時も私たちは笑っていたけど内心はすごく怒ってたんだよ。私とうーくんは本当にピュアで全力で愛し合っていたのに、毎度それを見えない部分でずっと邪魔され続けて、それでも哲也には感謝もあったから寄り添い続けていました。それももう限界だった。第一子の妊娠からずっと今まで長い間このことで苦しんだし、二度とこんな理不尽には屈したくないと思ったんです。私史上最大出力の制裁です。産後の恨みは一生の恨み、この言葉を忘れないでほしい。この騒動を見た人も私のことをただただ悪者に思うばかりではなく、本当に女性の産後の記憶というのは鮮明で繊細だということを覚えておいてほしい。綾南としての地位の確保よりも相手チームとの平穏な関係を築くことよりも、私は私の大義のために戦いました。哲也とのことはこれでもう終わり、ここまでしなきゃ。哲也は絶対に謝らなかったからもう後悔はありません。残すはうーくんとの話し合いです。未だにどこにいるかも教えてもらえない状況ですと投稿していました。これで今回の炎上は沈静化を迎えたかのように思われましたが、綾南さんが新たにインスタグラムを更新、その内容が、私がどうしても許せなかった相手にたまたまたくさんのファンがいたってだけで、昔からこういう性格でやってることも変わってない、物心がついた頃から弱い者いじめをする同級生は男だろうが絶対に許せないし、それを見て笑ってるやつもまとめて許せなかった。自分や自分の愛してるものに対して卑怯なことや筋違いなことをしたやつがいたら絶対謝るまで話し合う、それが人として当たり前のことだと思って生きてきてるよ。目の前にそういう人がいたら相手が誰だろうと全力で戦ってやるって思ってるし、これからもそれは変わらない。うーくんに初めて会った日はこんなに体を張って笑いを取ってるけど、この人は大丈夫なの？普段泣いたりしないの？って聞いたくらいだったし、もっと強くならないといつか自分が苦しくなるよって本気で思ってた。だから本当に壊したいとかそんなんじゃなくて、ずっと愛があったってことは理解してほしい。表現が大胆でやり方が乱暴で
大勢巻き込んでしまったけど、人への愛は絶対ある。なんか芝優だけが精神病患って大切にされてるけど、私も言ってなかったけど、今回ので精神ストレスで動けなくなって過呼吸になって運ばれたくらいにはダメージあるよ。その中で子供2人の面倒も見てたよ。お迎えも行かないといけなかったり、ご飯も準備したり、遊ばせに行かなきゃかわいそうだと思ってゲームセンターに目指すたやりに連れてったよ。こんなことは言いたくなさすぎるけど、あまりにも芝優がかわいそう、東海を綾南が全て壊したという見られ方をされすぎてて、どうしてだよってなってる。私は5月にうーくんのパニック的な症状を発症してから、これまで何度もくじけそうになりながらもメンバーたちと連携取りながらうーくんをずっと支えてきたのに、最後の最後で芝優を破壊した張本人、圧倒的ヴィランとして認識されるんだもん。慰めてほしいとは言わないけど、めっちゃくちゃ死ぬかと思った。何度もね、本当に何度も。私から見てる景色とみんなから見てる景色が違いすぎるんだよな。そりゃみんなからしたら私が悪者に見えてしゃあないよな。けど我慢が限界を超えるってことは誰にでもあるってことも分かってほしいな。私から見たら許せなかった。相手はみんなから見たら大スターだったりするし、そんなこと世の中たくさんあるじゃん。見る角度を変えたら全然違うものに見えたり、違う色に見えたりね。だから私は目的のために手段を選ばないようなやつだから、そこはごめんって思うけど仕方ないよね。限界を超えてしまったから。それぞれの感想を述べて全然いいんだけど、私も今まで本当にたくさん傷ついたから、もうほっといてくれや。今私を支えてくれたり大切にしてくれてる人や DM くれる人、ほんとありがとうございます。私は自分を大切にして貫いてこれからも生きるよ。だってそれが息子たちのためにもなるんだから、とコメントしていました。この内容に SNS 上では、明らかに芝優が壊れたのは綾南が悪い、自分でやり方が悪かったって言ってるんだから、そこは認めろよ。終わったって言いながらこういうこと言うからネットリテラシーがないって言われるんだよ。結局謝ってるのか謝ってないのかわからない、限界超えたら何してもいいのかよ、などのコメントがされていました。いかがでしたか。今回は東海オンエアの炎上問題と綾南さんの精神崩壊についてお話ししてみました。綾南さん自身が反省しているのか分かりませんが、やり方をもう少し考えればもっと違う結果になったかもしれません。いずれにしてもこのままでは誰も幸せになりません。早期に解決することを祈っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。